日本人が大好きなマグロ。マグロ消費量世界一の日本。我がエクスプローラーコーポレーショングループは養殖という技術を用いて、より美味しく、より多くのマグロを市場に出すべく歩んでまいりました。当社は現在、世界各地からマグロの輸入を行っております。メキシコの養殖会社は当社が株式の過半数を保有。メキシコ合衆国バハ・カリフォルニア州エンセナーダ市において養殖マグロ事業を展開しています。現地法人の社員数はメキシコ人スタッフを含め総勢180名。年間を通じて日本人スタッフが現地に駐在、生産から販売までをトータルで管理しています。まあ、現地に日本人スタッフがいて、その商品を扱うというのは、まずコミュニケーションの部分で非常に、お互い理解しやすい、これが一つ一番大きな部分だと思うんですね。他社にはない日本人スタッフの通年管理で万全の体制を整えております。まずセスナ機からマグロの魚群を探索。餌を食べる際跳ね上がるマグロの性質を利用し、水面に浮上してきた群れを狙います。マグロを発見。巻き網船に無線で伝えられ、漁獲準備開始。巻き網船から小型船を切り離し、網を巻き始めます。円周2000メートル、深さ250メートル、巻き終えるまで5、6分。両端が合わさると網を絞り上げます。巻き網船が網を絞り終えた後、マグロを曳航生けすに移します。網をさらに狭め、ダイバーがマグロを誘導。捕獲したマグロを曳航船で養殖場まで運びます。ストレスに弱いマグロの性質に合わせ、時速2キロほどの速さで曳航します。漁場が遠い場合、養殖場まで1ヶ月以上かかることもあります。ここで捕獲されたマグロを育てます。生けすの大きさは直径40メートル、深さ20メートル。一つの生けすには50トンから60トンのマグロが入っています。設置場所は程よい海流潮流があり、海水が淀むことはありません。自然に近い環境でマグロを育てています。生けすはダイバーによって毎日管理されています。清掃や修理など手作業で行われ、マグロにとって最適な環境で育てられます。月に一度研究所へ水質検査を依頼しています。専門家の立ち会いのもと、0メートル、5メートル、10メートル、それぞれ5箇所の水質サンプルを採取。バハ・カリフォルニア大学研究所にて水質検査とともに、バクテリア、化学物質などの検査をしています。餌は近場の漁場で取れる鮮度の良いイワシを使用。イワシの漁獲は毎晩行われ、翌朝には工場に運ばれます。養殖マグロの特徴はこの餌にあります。天然物では約1割から2割しかないトロの部分が、新鮮な餌を与えたマグロの場合、6割から7割に増えるのです。当社が保有する工場で餌の品質管理は十分に行われます。イワシの他にもサバやイカ、エビを与えています。
マグロは1日に自分の体重の1割ほどの餌を食べます。そのため全体では1日200トン以上のイワシが消費されます。マグロの食いつきは毎回チェックされ、スタッフの手作業で餌の量が調節されます。そのため一度に規定量を与えるのではなく、1日数回に分けて与えます。漁獲してから6ヶ月後、餌を与えたマグロは 1.5 倍ほどに成長しました。そしていよいよ取り上げです。日本人スタッフも総出で現場に立ち作業開始。イケス内に取り上げる本数分のみを網に入れ、ダイバーが一本一本手で捕まえます。Al principio sí se nos hizo un poquito difícil la maniobra, ¿no? Porque hay diferentes buzos que han trabajado en diferentes empresas y cada empresa tiene su forma de sacar el pescado. Aquí con nosotros se batalla un poquito, pero 胸ひれ近くにある動脈静脈を切断、血抜きを行い、頭部に穴を開け、そこからワイヤーを入れ、神経を抜き素早く生け締めします。劣化の早いエラと内臓を取り出し、冷やし込みによる体温の低下速度を早めます。そして海洋深層水を含んだクーラーボックスへ。マグロは体温が上がると焼けといわれる肉質の劣化を起こします。そのため素早く生け締めし冷却することが重要となります。マグロ1本の生け締め処理わずか20秒、スピード勝負の戦場です。楽しみですね。どれぐらい成長してるか、どんな具合になってるか、まあ、どれぐらいで日本で売れるかとかね、いろいろと見るために楽しみがありますよね。ロイン加工するマグロは取り上げ後すぐに工場に運ばれます。ロイン加工とは販売する際丸ごとではなくブロックにカットし真空状態に加工することを言います。ロイン加工により手頃なサイズで取り扱いがしやすく、お客様のさまざまなニーズに対応が可能となりました。ブロックにしたマグロは表面を海洋深層水を含んだ布で拭きます。真空パックに使用されるフィルムは特殊なものを使用、マグロの酸化を防ぎます。これにより鮮度を保つことが可能になりました。冷蔵庫で1日保管、翌日の出荷へ備えます。そして翌日、型崩れしないよう丁寧にパッキングされ配送準備完了です。昨日取り上げたマグロを空輸便に乗せるため、朝5時から出荷作業に入ります。なんですけど、まず魚の状態をチェックすること、これまあ傷とか、そのようなものがないかで、次に尻尾を切って、脂の乗りと、身質ですね、赤身の色が濃いか
それを調べるという作業ですね。でそれに基づいてここにある表に、各それぞれの魚の評価を入れます。でこれを、データベース化して、東京に送るんですね。グレードの高いマグロの特徴は他のものと比べて赤身が強くトロが多いことです。腹部やエラにジェルアイスと氷を詰めます。最後にタグを装着。このタグによりいつどこでどのように生産流通したかマグロの履歴を遡ることができるようになっています。マグロを一本一本につけられた番号に基づいてデータを管理しています。そして梱包。梱包時には特殊な紙でマグロを覆い氷での傷つきや乾燥を防ぎます。昨日加工されたロイン製品とともに積載量25トンのトラックいっぱいに積み込まれたマグロは日本への輸出に向けてロサンゼルス国際空港へと向かいます。メキシコから5時間後、夜、貨物便にて日本に送られます。マグロの消費は日本だけでなく、アメリカでも徐々に広がりつつあります。ロサンゼルスにあるスーパー三つ輪では、週末、当社のマグロを用いてマグロの解体ショーを行っています。寿司ブームも相まって好評を得ています。夜ロサンゼルスを出発したマグロ、翌日朝成田国際空港に到着。通関終了後空港近くの配送センターに向かいます。一度開封し氷を入れ替えます。マグロの鮮度を落とさないよう細心の注意が払われます。ここで各届け先が指定され、全国各地の市場やお店にマグロが届けられます。築地市場にもエクスプローラーコーポレーションのマグロが並びます。全国から集められたよりすぐりのマグロとともに競りにかけられます。最近では養殖マグロの認知度も高まり、市場関係者からの評価も高くなってきました。量販店とか築地の中でもですね、皆さん扱いやすい目回りで、それから脂の乗り、赤身の色ということでですね、非常に、評判は、高くなってきてます。こうしてスーパーマーケットや回転寿司店にマグロが並びます。そしてこれが我がエクスプローラーコーポレーショングループが誇るメキシコ産養殖マグロ。天然マグロではここまでの大トロは珍しく、養殖マグロならではのものです。マグロ本来のうまみを存分に引き出したこの品々、こうしてマグロが身近になり食べる機会も増えています。私たちエクスプローラーコーポレーショングループは世界の海からよりすぐった上質のマグロをお届けします。